ホセデリベーラ、セイアンデレの受難、テネーブリズムは、光と闇の強烈なコントラストを用いた絵画の、スタイル。語源はイタリア語のテネブローソテナブローソで、ドラマティックイルミネーションとも呼ばれる。明暗法の、より高まった様式で、暗闇から人物が浮かび上がったような画面を作る。この言葉はここ10年ほど美術史やはほとんど用いて、おらず、明確な定義も不足している。 用いられるとしたら、スペインの特に17世紀の画家たちにで、他と区別するため、後島を大文字で書く。テネブリズムと明暗法の違いを最もよく説明しているのは、ドイツの美術史家、ルドルフ・ウィットガウアーの次の文であろう。カラバッジオの光は孤立している。それは空間も空気も作らない。その絵の中の闇は否定的な何かでしかない。つまり闇とは、 光が存在しないところ。光は人物や物を照らすものの、それらは中身が詰まっていて、光を通さず、光に溶けることもないから、そこに闇が生まれる。同じことは、ティツヤーのティントレット、レンブラントの作品にも言える。テネブリズムという言葉は、通常17世紀以降の画家たちに使われるが、その直前のティントレットとエルグレコも時に、 テネブリストと呼ばれることがある。エルグレコの絵、グーワは闇の中で一つの火を囲む少年、男、猿を異なる三つの方法で描き分けている。しかし、最も有名なテネブリストは誰かというと、やはりカラバジオだろう。この技法の普及者であり、イタリアに、オランダに、そしてスペインにもフランシスコ・リバルタや、ホセ・デ・リベーラといった多くの追随者を生んだ。 フランスのジョルジュ・ドラ・トゥールもテネブリストだと言われる場合がある。彼は一本のろうそくの光の周りに多くのものを描いた。また、レンブラントをテネブリストだとも。しかし、少ない光源しかない夜景描写の重要な革新者であるにもかかわらず、ドイツのアダム・エルソハイマーに対してこの言葉が使われることは滅多にない。彼の闇のエリアには常に ディテールと興味を引くものでいっぱいであるからだろうか。後の時代で類似したものというと、ドラクロはジョセフ・ライト・オブ・ダービーなどのロマン派の画家たちの作品がある。しかし、通常、彼らをテネブリストということはない。デドルフ・ウィテコワー、アートアーキテクチャー Italy, ・イン・イタリー、1600から1750、サード・エドン1973、ペンギン。ありがとうございます。